ラーミーン・レザー・ヤーン・セメス・カンディは、イラン・サーリー出身の同国代表サッカー選手。あるスイーリーや SC 所属。ポジションは、DF、MF。2015年6月17日、スユペルリグのリゼスポールからの関心が寄せられる中、ペルセポリス FC と2年契約を結んだ。2015年12月26日のパディーで、FC 戦では30ヤードの距離から、 フリーキックを叩き込んだ。しかし AFC チャンピオンズリーグのトレーニングキャンプ中にチームメイトのありありプールと口論になり、チームの輪を乱したため数週間後に懲罰的に放出された。2017年7月9日、ジュピラープロリーグのキロボルトオーステンデに2年契約で加入した。2017から18シーズンに25試合出場に得点を記録する。 2018年8月27日、クラブの財政問題を受け契約解除に合意した。2019から20シーズンに所属クラブである、アルシャハニア SC は、カタールスターズリーグで再開となり降格するが、自身はリーグ戦13得点を記録する。2020年8月22日、アルドファイル SC と2年契約を締結した。2020から21シーズン、 開幕以来フル出場を継続していたが、10月に新監督としてサブリラム氏が就任すると徐々にポジションを失う。2021年1月より半年間、あるスイーリーや SC へ期限付き遺跡となることが発表された。2018FIFA ワールドカップを戦う A 代表の本大会メンバーに選出された。ありがとうございます。